で、じゃあもう成績は、はい、あ、模試結果見ればいいのか。第1回の方が早稲田大学商学部数学型。あ、去年受けてダメだった。あ、そうです、はい。で、防衛大おはようございました、もちチャンネル。さあ、今回なんですけども、はい、また新たな人がやってまいりました。はじめまして、よろしくお願いします。はい、ね、名前どうしようかって言ってねちょっと石川かすみに似てるから石川で行こうって。いや、そうそうですね。いや、全然思いつかなかったね。いいんだそれで、はい、いや、はい、それで行きます。はい、どこを目指してるんですか今。第一志望がちょっと決めかねてるって状況なんですけども、はい、とりあえず志望する、まあ、一番比重が重いっていうのが、うん、早稲田の商学社学らしいです。ああ、そうなんだ。で、国公立の方が横国の経済系、まあ、どっちかって。ああ、横国か。はい、そうです。え、国立志望、あの、親は国立で僕は私立に行きたい、うん、そこでちょっと分かれてるんで。そういう感じなんだね。まあ、でもとりあえず全部取った方が、うんうんうん、なるほどね。で、後で選ぼう。なるほど。まあ、当然ね、親としてはね、まあ、そうですね、国立行ってくれた方がいいと思うんですけど、はい、じゃあ両方の勉強はしてるってことで。そうですね、あんまり共通テストの方は重きは置いてないんですけど、うん、まあ、試験科目的には被ってる、うん、まあね、うん、数学だけなんで予告の方は記述はちゃんとそこで勉強するんで、うんうんうん、なるほど。一応2次の対策はできるって感じです。ほうほう。2次は予告は何、数学、数学だけ、数学と英語の選択です。はい、どっちか。そうですね、はいはいはい。じゃあ数学が得意という。そうですね、去年理系だったんですよ。はいはい。ああ、そこで浪人するって決まった時に運転をしました。ああ、そうだったんだ。なんで英語も一応使えるは使えるんですけど、うん、数学の方がやっぱ数三っていうメリットがあるってことで。なるほど。数学、じゃあ数学が一番得意。そうですね、得意は。そう、はい。で、国語どうなんだよ、早稲田だったら。あの、現代文は高校入ってたからずっと得意で。ほうほうほう。古文と漢文に関して今一生懸命勉強して、うん、なるほどね。なんとか現役生の3年分に追いついてるみたいな感じですかね。浪人は何、それは託郎してんの。あ、いや、予備校に通わせてもらって。あ、はい、予備校行ってんだ。そうです。で、じゃあもう成績は、はい、あ、模試結果見ればいいのか。あ、緊張しました。じゃあ第1回の方ですね。はい、はい、第1回の方が英語が100点中の78点。78、そうですね。おー、偏差値 62.4 で学力レベル A、はい、で、リスニングが100点中66点。そうですね。まあ、こんなんでも A なんだ。いやー、たまたまですね。66点で。そうですね。数1が100点中88。はい、まあ、まあ、これは取れてますね。そうですね、この時は良かったですね。偏差値72ですと。で、数2 B が82、はい、で、67.1。まあ、まあ、これもすごいいいでしょう。ありがとうございます。で、両方で S で、偏差値 70.3、すげえな。ありがとうございます。で、国語が126。あー、あー、はい、そうですね。で、56.3。はい、で、学力レベル B という感じで、うんうんうん。で、あ、物理化学がね、あ、そうですね。物理76、A で、化学82。まあ、使わないのもったいないね、これね、確かに。あ、まあ、そうですけど、うん、でもやっぱ自分の夢がやっぱ経済だったっていうのが、導入して気づいたんで。そうなんだ。はい。で、知歴込みは映ってないけど、どう、あ、そう、覚えてない。60いくつでしたね。何が、日本史です。日本史、はい、うん。で、判定としては、阪大目指してたんだ。あ、そうです、最初、はい。地方に行こうと思ってて。なるほど。阪大 C で、はい、神戸、新大 B で、大阪公立、はい、はい、CG ってあれでしょ、リスニングを抜くのが G なんでしょ。あー、そうです、はい、うん、習った。上智は E になるんだね。そうなんですよ、枠が少なくて。そうなんだ。はい、だいぶいい点取れたっていうことで。まあ、そうですね、第1回なんで、浪人の暴力を、うんうんうん。じゃあ第2回、はい、あー、第2回、第2回でどうなるのか。ちょっと一部科目が英語、はい、74点、お、偏差値 60.3、うん、学力レベル A、 そして A リスニング85点。おー、はい、高いじゃん。上がりました、ね、65.5 で、学力レベル S ということで、はい、2つ合わせて159。おお、学力レベル A、はい、そして数 1A が57点。めっちゃ下がってんだけど。めっちゃ下がったんですよね。なんで？いや、なんか毎回去年とかも、うん、あのセンターとか共通テストの過去問解いてたんですけど、うんうん、相性がやっぱうん、あるんですよね。いやいや、怖いよ。数学受験は相性とか言ってたらやばいよ。スピード勝負じゃないですか、うん、そこでつまずいちゃうことが今回このテスト。こりゃ怖いっす、はい、で、数 2B が69、はい、58.6 偏差値、うん、いや、そうだね、うん、そうですね、数学は結構下がってる。それに対してなんで国語がガンと上がってるの。あ、そうですね、151点、はい、偏差値 69.8、 S、はい、これも相性ですか。いや、古文漢文を勉強し始めて。なるほど、それによってってことね。はい、そうですね。
原文が評論が50分の31、はい、で文学50分の44、はい、こっちさ文学の方が簡単だったと物語の方が簡単だったの結構だから今これで4人目かみんなやっぱ小説の方が高かった点が全然覚えてない、ね、あでも平均もそうだ平均 28.9 で平均も全然高いわ文の物語の方がで古文が31あこれはだいぶ高いんじゃないそうですね頑張りましたね、うん、で漢文45、はい、ああ50分の45おお数学だなもうちょっと数学受験だったかな、ね、いやそうなんですよで、物理が65え、はい、もう忘れましたねだんだんそれでも A なんだかくるくるで科学が56え理科2科目いらんでしょだって共通テストは一応使うんでえ共通テスト何あ社会2科目か理科2科目みたいな感じなんであそうなんだ、はい、基礎じゃなくて普通ので2科目いくんだ基礎になると社会2科目になっちゃうんでなるほどああそういうこと、はい、文系でその選択肢考えたことなかったわそうかすっごいレギュラーですよそういうパターンあるんだ、はい、ああ理系みたいな感じでいけるみたいななるほどね横国ってそんななんか共通テストめっちゃ頑張るとこになってんだね今ねそうですねで日本史が70点で 61.6 で8と、うん、まあまあまあ判定としては全然でも全体合わせれば、うん、64.98 レベル学力レベル8ということでおおかなりレベルは高い、うん、いやー数学がちょっとあれなので、はい、じゃあ志望見てみましょう、はい、第一志望早稲田大学小学部数学型なるほどそうなんです、はい、いい判定ですやはり早稲田の壁は厚い数学ができてればっていう後悔がすごいですね、うん、まあね65から D 行けたんでね偏差値は続いてます社学はいあれ社学は数学で受けれるのはいなるほどね社学も数学で受けてで E ですはいまたいい判定ですはいいや早稲田は大変だねそう数学めっちゃむずいじゃんだそうなんですよ小学部の数学とかさ異様って言われるもんねそうですねあそこは難しい去年も一応受けたんですけど、うんうんうん、難しかったですねああ去年受けてダメだったんだああそうですはいそして横国経済はい A 判定もう A 取ってるやん横国まあ協定だけなんで、うん、まあ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 そこはどうとでも言えるんでなるほどねじゃあ2次の数学ことのむずいのしっかり見てないですけど去年理工の後期を受けたんです、うんあなるほどね、その理工の後期の数学も比較的簡単な方だったので、うん、え前期はどうしたの前期は東北大ですああ東北大だったんだ前回、はい、なるほどねそして明治の小学部が D と、はい、ああそれでも D なんだねそうですね、まあ、これ共通テストでってそうですはいうん共通テストで D なんだへえで防衛大防衛大はい防衛大目指すの一応受けとこうかなって思って、はい、後期受けるってこといや前期受けようかなと前期防衛大受けるの早期入試みたいな感じなんであるんだ、はい、防衛大はじゃあ横国とは別にあるんだ全然、はい、そこはもう公立って扱いじゃないんでなるほどね12月とか11月に確か試験があって、はい、あそうなんだ練習みたいな感じで受けるで C とはい、なるほどちょっと面白いねそれ防衛大が最初にやってくるわけだねそうですで立教はい経営が協定利用 E なんだへえすごい4技の入試は特に考えてないああ今回も英検受けようと思ってあ受けるんだはい順一そうです順一ですなるほどねそれでで学習院の経済が C と、はい、で中央経済 C で法制経済 C ですね共通テスト C のやつが A と、はいいい判定あーなるほどねこれで果たしてどうなるかまあ協定利用でもマーチは取っちゃうってことねそう取れるんだったらそれが取りたいうんなるほど面白い受験パターンだなそうです結構イレギュラーですねうんまあだから自分も千葉大を抑えにした人間だから、はいはい、イレギュラーな受験ではあったけど、うんまあ、ちょっと似てるよね横ここ抑えみたいになってるじゃんだってこれいやーそうでもないです全然二次試験がでもそうか取れるかどうかだもんねそうです、はい、じゃあそういうの今はどれぐらい勉強してるんですか時間今1日今10時間を目標に勉強してる目標にうん目標で現実は現実は、まあバイトもちょっとやってたんでその時は10時間いかなかったですけど基本的に10時間超えて10時間が11時間の間をうろうろするって感じすごいちゃんとやってますねいや12時間いつかできるようにしたいなと思いつつずっとやってきてまだ超えたことがないんでそうなんだそういやいや超えさせられるよ簡単に本当ですかねまさかそれぐらいやってたわけだからすごい尊敬しちゃう本当に頑張ってやってみてください、はい、それは、はい、じゃあ次回その第3回もあるしそうなんだって防衛大入試が一番最初にやってくるわけですねそうですね出願を忘れないようにしないといけない
ですね。早いってことでしょ。そうですね、10月の17とかです。おお、すごい。やばいです、まだやってない。最初にじゃあやってくるわけですね。そうですね、はい、やってもらおうと思いますんで、はい、じゃあこれから頑張ってください。わかりました。はい、じゃあ応援してあげてください。